コンが話題。今マチコンという合コンイベントが話題になっています。マチコンとは、地域、町の活性化と出会いの場の創出を目的として、地域、町が密着して開催する大規模イベント。先日開催された池袋でのマチコンでは、池袋の飲食店、約15店舗の飲食店を会場とし、男女250人ずつが参加しました。3時間飲み放題、食べ放題、移動し放題で行われたそうです。これ何？マチコン。すごいですね。そんなもう町を、そうか。これ参加しようかな。いやちょっともうさ、俺この前ちょっと震えてきてさ、はいはい、俺も37でさ、はい、次38でさ、うん、平子33、もうちょっとで3ですね、はい、それ楽器いるっていう、はいはい、これさこのまま死んでいくのかと思ってさ、なんかおいだけあれしてくれよあれしてくれ紹介ぐらいも言えなくなっちゃったあっせん紹介って俺言ったらそれでいいじゃないですかなんで悪い方にいいのですかどうしたらいいの、なんかお前平子嫁いるだろう、はい、嫁なんかお前でもやっぱり、まあ、嫁も2個下なんですけど、もう30過ぎるとやっぱりまともな人は結婚しちゃってますよね。おいおい、なんでそれだよお前。はい、いやいや怖いこと言うなよ。でも女の子でやっぱ30過ぎてたらねえ。じゃあいや、あれでいいじゃん、18とか俺が有吉さんに18の女はあっせん、それはあっせんですねそうですね、紹介してくれよ。まあ酒井もついでに紹介してもらえよ。それはそうですね。童貞、いや童貞は大丈夫です。俺で筆下ろしないと俺が紹介してやるよ。いいソープランド教えてやるよ昔の芸人さんみたいなおい佐賀お前ちょっと吉原行くかどうて筆下ろしてこいつこれでもこれ俺参加できないでしょ。だっていやそうですね、超笑いもんでしょ。だってこのマチコンに男女250人ずつが参加してるとこ俺のこのこ行ってさうろうろキョロキョロしててさ人見知り発動させてさ何やってんだよ別に司会するわけでもねえし、あいつひょっとして参加者なんじゃねえか有吉最悪じゃん。だってカメラねえし、いや飲んだわけにいかないんだよ、ちょっと頼むよ。酒井の筆下ろしは俺が面倒見るから。筆下ろしは大丈夫ですよ。もう平子はあれだよ、俺のデディを見つけてくれよ。じゃあそのクリスマスパーティーの時に1人、クリスマスパーティーはダメだよ、3人でやる厳しいよいけんすよ。マチコンとは、うん、地域、町の活性化と出会いの場の創出を目的として、うん、地域、町が密着して開催する大規模イベント。先日開催された池袋でのマチコンでは、池袋の飲食店、約15店舗の飲食店を会場とし、男女250人ずつが参加しました、うん。3時間飲み放題、食べ放題、移動し放題で行われたそうです。これ何？マチコン。すごいですね。そんなもう町を、そうか、これ参加しようかないやちょっともうさ、俺この前ちょっと震えてきてさ、はいはい、俺も37でさ、はい、次38でさ、うん、平子33、もうちょっとで3ですね、はい、それ楽器いるっていう、はいはい、これさこのまま死んでいくのかと思ってさ、なんかおいだけあれしてくれよあれしてくれ紹介ぐらいも言えなくなっちゃったあっせん紹介って俺言ったらそれでいいじゃないですかなんで悪い方にいいのですかどうしたらいいの、なんかお前平子嫁いるだろう、はい、嫁なんかお前でもやっぱり、まあ、嫁も2個下なんですけど、もう30過ぎるとやっぱりまともな人は結婚しちゃってますよね。おいおい、なんでそれだよお前。はい、いやいや、怖いこと言うなよ。でも女の子でやっぱ30過ぎてたらねえ。じゃあいや、あれでいいじゃん、18とか俺が有吉さんに18の女はあっせん、それはあっせんですねそうですね、紹介してくれよ。まあ酒井もついでに紹介してもらえよそれはそうですね。童貞、いや童貞は大丈夫です。俺で筆
筆下ろしないと。筆下ろしないと俺が紹介してやるよ。いいソープランド教えてやるよ。昔の芸人さんみたいな。おい、佐賀お前、ちょっと吉原行くか。どて、筆下ろしてこいつ。これでも、これ俺参加できないでしょ、だって。いや、そうですね。超笑いもんでしょ、だって。このマチコンに、男女250人ずつが参加してるとこ、俺のこのこ行ってさ、うろうろキョロキョロしててさ、人見知り発動させてさ、何やってんだよ、別に司会するわけでもねえし、あいつひょっとして参加者なんじゃねえか、有吉。最悪じゃん、だって。カメラねえし。いや、飲むわけにいかないんだよ。ちょっと頼むよ。酒井の筆下ろしは俺が面倒見るから。筆下ろしは大丈夫ですよ、もう。平子はあれだよ。俺の、ステディを見つけてくれよ。じゃあ、そのクリスマスパーティーの時に一人。クリスマスパーティーはダメだよ、3人でやる。厳しいよ。いけ、強い。